さえば両羊お羊座さん、久しぶりなので手土産を。手土産？さえば両羊お羊座さん、花火をプレゼントしました。さえば両さん、花火ありがとうございます。手土産ありがとう、サンキュー、ありがとうございます。じゃあね、新しいダンベルを行きましょうか。ダンベル重くなったんだよね。今日から10キロだよ、昨日からか。よし、行きます。よいしょ。これやべえぞマジで、新しいダンベル。よし、行きます。1回2回3回4回5回6回。サイバリオさん、ありがとう。元気だった？いや、忙しかったの、最近来なかったのは。よいしょ。来てくれてありがとう。はい、ノンタンはどつ、ノンタンいらっしゃい。おいにゃいらっしゃい、わどつ。重大発表ってなんかな、怖いな。重大発表全然怖くないよ。白龍さんはコツ。はい、白龍さんいらっしゃい。ですね、重大発表って言っても、まあ前から見てる人は知ってると思うんですけど。さえば両羊お羊座さん、 YouTube で切れた動画を見て心配で。あー、切れた動画。ゴンタさくらんぼさんはコツ。ゴンタさんいらっしゃい。あのね、3月末で会社辞めることにしました。で、4月から、旅配信始まります。皆さん応援よろしくお願いします。生活保護も抜け、いよいよ夢が叶う瞬間ですよ。みんなが俺の夢を叶えてくれました。本当にありがとう。最高だよ。配信最高だよ。俺はふわっち来て人生変わったぜ、マジで。ミリアさん、すごいよね。感慨深いものがあるよね。カメオさんはどつでございます。おい、ジーマンいらっしゃい。カメオさんいらっしゃい。なので俺はあとね、今月から100万円稼ぐって決めたから、よろしくお願いします。おちんちんさん、おちんちんさんいらっしゃい。はい、おちんちんさんいらっしゃい。あとつ、白龍さんおめでとう。ありがとう。いや、長かったね、ここまで来るのに。おちんちんさん、配信で稼ぐ。配信で稼いでるよ。配信で稼いでますよ。カズミチ、ワドプロ配信者さん、今月の目標まで100万ポイント、YouTube、URL、公式サイト、URL、T シャツステッカー販売、URL。おちんちんさんプロフェッショナルだなぁ。あー、すずり。カズミアットマーク、カズミチプロマネージャーさん、長かったね。長かったね。本当に長かったね、ここまで来るのに。果てしなく長かったよ。あれだな、すずり乗らないな。どうしようかな。
スズリ乗らないんだ。どうしようかな。どうしようかな。ニャーさんおめでとうございます。チルダス。はい、ありがとう、ニャー。めでたいね。どうしようかな。グッズ販売はいいか。おちんちんさんはどうのトークスキルがあってもやっぱ大変なの。大変だよ。だって3年かかってんだから。おい、ひろみさんはどつ。何事もやっぱ形になるまで3年はかかるね。3年はかかるよ。かずみち、ワドプロ配信者さん、今月の目標まで100万ポイント、YouTube、URL、公式サイト、URL。何事もね、継続ですよ。何事も継続。山崎パンさん、何がめでたい。ジョニー・デップ、リンさんは道さん大手ですな。いや、大手じゃないよ、全然。全然大手じゃないよ。俺はまだまだ自分の目指してるところはるか先にあるから、全然まだまだです。お羊座さん、マンスリーやデイリー取れたら運営からもお金入りますよね。確か入るよ、お金入るよ、もらってるよ、マンスリーデイリーで。おちんちんさんはどうは大手。いや、俺は大手じゃないよ、俺は大手じゃないよ。ジョニー・デップ、リンさん、いやいや謙遜されても大手ですがな。いやいや謙遜じゃなくて、本当に俺は大手じゃないと思ってる。まだまだ俺は10万人のフォロワー目指してるから、そこまで行って初めて俺の理想形。まあ別にね、大手とかあんまこだわってないよ。たくみアットマーク、かずみちプロマネージャーさん、出発は4月1日から。どうしようかなと思ってるね。4月の10日からにしようかなとか。っていうのも月末までに準備する期間がなさすぎるんだよ。1ヶ月間しかないから。でトレーニングも2時間毎日やってるし。どう思う？4月1日からの方が区切りいいかな。会社は一応退職っていうことにしました、今日話し合って。もういきなり見切り発車で出ちゃう旅。どうしようかな。何がいいかな。あと機材も揃えないといけないんだよね。いろいろ準備があるよ。あと確定申告もやらないといけないしさ。3月忙しいんだよね。俺はね、あんまりね、大手かどうかにはこだわってないけど、人と比べるのはあんま好きじゃないんだ。かずみちプロマネージャーさん、落ち着いてからでもいいかも。おいつばきちゃん、バーガーありがとう。キラキラ。ありがとう。バーガーありがとうねー。うん。さえばりょう、羊お羊座さん、彼女は留守番ですか？そうだね。そうだね、そういう感じ。エージェント12-13、ただがミーガンさん、トレーニング頑張ってるか。トレーニング頑張ってるよ、うん、トレーニングやってるやってる。
さん出遅れだから重大発表って何なか秋のクエスチョンマーク。あ、あの会社を退職しました。あの3月末付けで、で旅配信決定です。みんなありがとう。4月から旅に出ます。まだ日時細かいところは決まってないんですけど、皆さんのおかげで生活保護を抜け旅に出ます。僕は匠アットマーク和道プロマネージャーさん、頭痛は治った？頭痛はちょっとだけ残ってるけど、だいぶ収まってきたかな。だいぶ収まってきたよ。さあね、稼がないとやばいんだよね。ちゃんさん医療費がかさんで生活苦しくなったら生活保護もらえる？生活保護は受給資格、要は収入的に少なかったらもらえるって感じかな。うん。椿さんお疲れ様でした。簡単部旅配信楽しみにしてます。音符ありがとう。応援よろしくお願いします。よろしくお願いします。ちょっと待ってて、銀行に振り込む。のんたん電話貸してくんね。うん、ちょっとあれだわ、電話するわ。ポンタさくらんぼさん、はーい。リックさんはどつです？はい、一空さんはどつ、楽しんでてください。ただいま、音聞こえるよね、大丈夫だよね。さえば両羊を羊座さん、水戸光圀のように歩きながらって素敵です。俺はね、車トラジロ。プロマネージャーさん置く。オッケー、ありがとう。
ナオタクアットマーク3杯目さんお疲れ様です。ナオタクさんお疲れ様です。あ、ナオタクさん、ちょっと後で個人的にお話ししたいことがあるんで DM してもいいですか？後ですぐ DM 送ります。もしよかったらご連絡 DM がいいですか？ツイッターのナオタクアットマーク3杯目さん筋肉痛ですわら筋肉痛お疲れ様です。なおたくアットマーク3倍目3億了解です。ちょっと今家賃の振り込み終わったらすぐ放送中に DM ガタガタってしますね。今生放送リアルタイムで送っちゃいます。ちょっとなおたくアットマーク3倍目さん DM で OK ですわら。DM だよ、了解です。フランスさん重大発表を聞きに来た。重大発表はね、おクラインさんいらっしゃい。いや大したことじゃないんだけど、生活保護抜けて3月末で会社を退社して4月1日から旅に出ます。よろしくお願いします。おかげさまで絶好調でございます。まあね、まあここのリスナーさんだったらまあ知ってることっていうかさ、あーうまくいってんのねって感じ。星のゆら黄色のハート、リナ黄色のハート、アーシャンの嫁2つのハート、さんはどつー、ゆらちゃんはどつー、いらっしゃい。よっしゃー、生活保護抜けて初めて家賃を自分で払ったよ。なんか感慨深いぞ。今家賃をね不動産屋に振り込み終わった。なんかすごいな、初めて家賃を払ったよ。なんか感動しますね。ドンタンアットマーク和道の嫁さん888。で振り込みが終わって今度直拓さんに DM だ。そうだ、もうちょっとね、もう本当に忙しいんだよ。もう自分のタイムスケジュールの管理の甘さなんだけど、これは本当に恥ずかしいけど忙しい。あずまーす、あずまーす、本当に忙しい。マジで倒れるよ。よくこんなんでトレーニングやってるわ。バタバタですよ。DM 送ろう。DM はどうやって送るんだ。ナオタクさんに DM 送るか。星のゆら黄色のハート、リナ黄色のハート、アーシャンの嫁2つのハートさん、めっちゃ忙しそう。いや忙しいんだよ。しかも確定申告もあるしさ、大会もあるしさ。星のゆら黄色のハート、リナ黄色のハート、アーシャンの嫁2つのハートさん、リングに立つのいつ。リングに立つはね6月の10日ですね。星のゆら黄色のハート、リナ黄色のハート、アーシャンの嫁2つのハートさん、確定申告ってどんなことするかわからない。来年結婚だからちょっと勉強しておこうかな。確定申告ってどんなことするかわからない。自営業の場合は必要なんだよ。うん、ちょっと勉強しといた方が役に立つと思うよ、自営業で収入のある人は。
星のゆら黄色のハートリナ黄色のハートアーシャンの嫁2つのハートさん自衛の人が必要なんだね。和道さんは自衛になるんだね。え、俺ずっと自衛だよ。よし、次やることは振り込んだでしょ。今度は口座の設定をしていかないといけないのか。どうしようかな。どこメインバンクにしよう。なんかさ、自営業やってる人とかさ、アドバイスある？いやいやいや、失礼なんて全然全然。全然謝んなくていいよ。失礼なんてないよ、全然。ゆらちゃんにそんなこと思ったことないよ。なんかさ、どこの銀行と取引してた方がいいとかあったら教えてもらいたいんだよね。楽天でいいか、どうせ金借りれねえもんな。実績、銀行との付き合い方みたいなの誰か教えてくんね。もしわかる人いたら。フランス産スイスかバージン諸島の銀行がおすすめですね。バカじゃねえのお前くらい。タックスヘイブン。それマジで言ってんの？スイス銀行は個人じゃ口座持てないんじゃなかったっけな。タックスヘイブンね。お前は稼いでるからいいかもしんないけど、100万円じゃ相手にしてくんねえと思うぞ。月収ちょっと面白いな。クラインってこんなキャラだったんだ。けるわ。ちょっとイメージしてたキャラと違ったな。そういうこと言うんだね。意外と知的なんだね。エロさん、俺はイオン。イオン？イオン銀行？通算申請銀行でしたら、夜間でもコンビニでの手数料何回でも無料です。あ、ありがとうございます。直達アットマーク3倍目さん見ました。ありがとうございます。直達さん。よろしくお願いします。数平さん、地方銀行で信用を作ることから始めるが一番。あ、やっぱそうだよね。地方銀行。黄色のハートリナ、黄色のハート、アーシャンの嫁二つのハートさん、クラインさん、マロタワラ。マナユさん、セブン銀行。あ、全然全然。もし、ダメなようであれば全然大丈夫なんで。はい。ちょっと、時間が経ちすぎてる案件だと思うんで。ぜひぜひ、ちょっとがっつり、今年ほんと人生変えようと思ってて、がっつり稼ぎに行きたいんですよ。なので、ぜひぜひいろいろ教えてください。よろしくお願いします。やっぱ地方銀行とかと取引してた方がいいのかな？大変だよ、これから。旅配信始まるしさ、旅をしながらここの家賃払い続けたりしないといけないんだよ。マジで怖えよ。本当に怖いね。稼がないと死ぬからね。ホームレスに逆戻りだからね。マジで命がけだぜ、こっから。で、今度は、ふわっちのポイントを、給料どうやってやってこうかな。一回全部引き出すか？マジで迷う。はい、こんにちは。これ偽物？え、これ偽物なの？え、誰が偽物？え、偽物って何？え、何偽物って。電波少年だよ、マジで。いや、生活保護はもう戻りたくないね、正直。イオン銀行 0.2 だから俺は好きだけど、ミニストップ違う。0.2 って何？恐縮ですが、私、結婚決まりました。おー、おめでとう！来年。おめでとうございます。結婚するんだ。電波少年だよね、完全にね。金利？あ、金利 0.2 なんだ。まあね、俺はね、金利っていうか、お金借りたい時に借りれる実績を作っていきたいと思ってて、そういう付き合いができるような銀行がいいんだよね。その場合だと、もうメガバンクとか相手にしてくんないじゃん。それともメガバンクでもいいから、やっといた方がいいよとか、その辺がわかんないから。おい、セシボンこんばんは。サムネ変えたね。来月赤ちゃん生まれんの？テルチ。おめでとう。男の子、女の子、どっちがいいの？いいね。幸せだね、みんな。4月に東京でオフ会してます。へえ。いいね。4月はもう俺いないからな。
女の子もう確定してるんだ。あれでしょ、女の子が生まれたら女の人はやっぱ嬉しいんでしょ。男はさ、男の子がいいって言うじゃん、よく。俺別に女の子でもね、いいなと思うけど。ねえ、いいね。家族が増えるって何よりだからね。こんなに幸せなことないからね。うん、いい家庭を築いてください。彼氏東京にいるんだ。はいはいはい。じゃあ来年一緒に住むのかな、来年から。みんなハッピーだね。春だね。あとは旅だよな。ワクワクするぜ。これで俺は配信者として一皮も二皮も剥けるぜ。大手配信の登竜門だからね。ねえ、閲覧500安定するようになったら嬉しいな、この旅配信が終わった時に。なんか一皮剥けて帰ってきたいね。めでたいよ、めでたい。で、ふわっちの給料をどうするかな。ねえねえ、みんなさ、リア突してステッカーとかやっぱ買いたいもんなの？シールとか買いたいもんなの？ T シャツとか。売れるのかな？なんか在庫持つのどうなのかちょっと不安があるんだよね。リア突した時買ってくれるの？でも、荷物持って旅するって結構しんどいかんな。はい、ワード2。おお、久しぶりじゃん、エイボー。いらっしゃい。稼がねえとな。名刺も作らないと。はい、ワード2。おお、さくらちゃんいらっしゃい。男の子が良かったんだけど、元気に生まれてくれればどっちでも嬉しい。いいじゃん、女の子。マスのパートナー、マスのパートナーって、あ、マスシャドーボクシングですか？いないですね、パートナーは。一応、ドレさんには教わってはいますけど、パートナーはいないっす。私、バイセクシャルなんで、彼女もいるから。え？彼女いるのに結婚すんの？すげえな、なんか話が急に逸れたぞ。私、バイセクシャルなんで、彼女もいるから、札幌から動けなくて、それを言ったらこっちに来てくれ。え、ちょっと待って、待って、待って。結婚したら、その彼女はどうなるの？バイセクシャルなのは全然 OK なんだけど、彼氏は結婚するんでしょ、ゆらちゃんと。で、ゆらちゃんには女のパートナーもいるんでしょ。すげえな。欲しい人は欲しいんじゃない？ 100 枚くらい作っても。100枚くらいか。いくらくらい作れんだろうな。覚えてるよ。俺、リスナーさんの結構覚えてる方だと思う、小手半。何話したまでは覚えてんね。ることもあれば覚えてないこともあるけど。うん。ああ、頑張ります。頑張ります。できることをね、確実にやっていくっていう。ね、本当はね、欲を言ったらサンドバッグ蹴りたいとかスパーやりたいとかいろいろあるんですけど、まずはできることをやって強くなるっていう。うん、それが僕のやり方ですね。ステッカー欲しい。ステッカー販売してるよ、今一応。ステッカー販売してる。買って買って。URL 貼るね。ステッカーは、ちょっと待ってね。ステッカーはこれだ。この URL だ。ステッカーはね、結構売れてて、これ、お小遣い助かってますんで。もしよかったら、ここからステッカー買ってください。T シャツはかさばるからやめといた方がいい。だよね。旅行くんだったら、身軽にしないとダメだよね。ちょっとね。来月から旅だね。いや、俺の旅は雑談メインだから。めちゃめちゃ歩きながら喋るから。雑談は安心していいよ。雑談のクオリティは落ちないから。結構旅配信うまいよね、俺。うん。ぜひぜひ、買ってください。T シャツも買ってください。パーカーも買ってください。全部買ってください。全部買って買って。意外とね、女子の方が買ってくれるんだよ。結婚しても彼女とも交際するんだ。へえ。日本全国ですね。日本全国回ります。
臓器は買わないよ。臓器売ってねえわ。オンリーワンだわ、俺の臓器は。旅配信楽しみ。うん。北海道は長めに滞在するかな。ちょっと北海道はね、俺は長めに行こうと思ってる。重大発表終わったね。うん。旅気をつけてね。うん、頑張るよ。その土地土地の有名どころっていうか、その土地土地でリスナーさんのリア凸とか情報を待って、で、ここにすごいディープスポットがあるみたいなところ行きたいの。有名どころももちろん行きたいんだけど、なんかディープスポット行きたくない？で、あ、俺車出すよとかさ、そういう感じ。あのね、生活保護抜けて、3月末で退社が決まって、4月から旅配信が確定しました。そういう発表。北海道なんだ。うん。新宿から出発で、千葉、茨城、次なんだ。福島、仙台っていう順番でこう回っていって、北海道まで行って戻ってくると。で、6月にちょうど戻ってこようかなと思ってる。北海道多いよね。そうそう。北海道の人ってインターネット文化がすごい進んでるから、北海道リスナーさん多いはずだから。ねえ。ちょっと北海道でみんなで飯でも食いたいなと思ってて。北海道多分滞在長くなると思いますね。多分青森とかあんまり滞在しないだろうね。何にもないからね。青森に2ヶ月ぐらい滞在してみようか。無駄に。群馬には行くよ。群馬行く行く。日本全国、全都道府県制覇しますんで。うん。あ、みんな北海道なんだ。北海道リスナー多いね。リアドぜひぜひ、本当に。あの、T シャツにサイン、みんなのサイン書いてもらう。T シャツじゃないか。なんかね、みんなのサイン書いて寄せ書きしてもらおうと思ってるから。北海道なんてちゃんと回ろうと思ったら年かかる。まあまあ、ざっくり主要都市回る感じだけどね。結構大回りしようと思ってる。ピンポイントで札幌だけとかじゃなくて。ヒッチハイクとかしながら。札幌だけじゃないね。だから逆にその電波があればどこでも行くっていう感じだよ。リア凸全然大丈夫だよ。リア凸全然 OK だよ。そのための旅なんだから。意味ないじゃん。なんだか、なんて読むのこれ。なんて読むかわかんないこれ。なんとかろう。なんて読むのこれ、ハッピーさん。彼女はね、お留守番です。群馬に来た時はベイビーちゃんと会いに行きたい。ベイビー抱いてあげるよ。釧路って読むんだ。釧路がどこにあるかわかんないからな。まあでもできれば来てもらいたいよね。家まで来てとかそういうのはちょっと、あれだから、主要都市に行くからそこに会いに来てほしい。1年かかるかどうか全く考えてない、俺は。期間を設けるのは旅じゃないと思ってるから。うん。最北端と最南端は行きたい。それで沖縄でゴールなんだけど、沖縄にじいちゃんの墓があるから、じいちゃんの墓で一杯、それで終わり。うん。のんたんにブスって刺されない。刺さないよ、のんたん優しいよ。うん。夏休みなら東北に長期滞在してますので、タイミング合えば案内しますね。おお、ぜひぜひよろしくお願いします。うん。東北にいるんだ。あー、夏休みなら東北いないね。夏休みはいない。ヒカルくん強いね。パルちゃんいらっしゃい。ヒカルくん強いわ。見たよ。軽くね。でもね、録画残ってないから見れないんだよね。うん。リアルタイムでちょっと見ただけだった。ゆっくり見ようと思ったけど、ヒカルくんタイムシフト残さないんだね。のんたんにも会いたいよね。うん。最近辛いんだよ。のんたんが泣くんだよ。寝るとき。のんたんが泣くんだよ。一緒に寝てると。和道さんがいなくなっちゃうって。旅配信 Wi-Fi は通信料が大変そうなイメージ。俺はね、プララっていうのを契約してて、これ3000円なんだけど、ずっと使い放題なんですよ。無制限なの。俺の配信は全部3000円ぽっきり。ヒカル借りた部屋が地獄物件かもって震えてた。いや、ネタでしょ？本当に。すぐに来たら会いに行きます。ぜひぜひ。うん。ぜひぜひ。プララすごいよ。うん、プララいいよ。あのね、昔のドコモの LTE っていう回線だね。簡単に言うと。LTE の回線使ってないから子会社を作って、プララって言って格安 SIM で売ってんの。
今月のお給料で和道グッズの中のマグカップ欲しい。マグカップあったっけ俺のグッズ。作っておこうか。マグカップ販売してないから。うん、マグカップ作るよ。うん。うん。飛行機予約するからお給料残ったらだけど、おーおーおお、わかった。マグカップ作ろうね。フララ速度出る。まあ、俺の配信ぐらいは出る。上り3、下り3って言ってるけど、上り、下り1ぐらいしか出ないかな。上りは出るんだけど、下りが遅いね。でもまあ、YouTube 見たりとか全然できるよ。ただね、昼時になるとね、回線が混むから使えなくなるね。昼はデッドゾーンです、東京の。のんたん、今日ご飯何？今日は酢豚。酢豚？いいね。ありがとう。YMAX 2ギガ使い放題どうなの？うん、どうなんだろうね。なんか、使い放題って言っても結局使い放題じゃなかったりするから。で、俺、前回旅配信した時、プララ、契約してもらって、すごい良かったから、プララにした。お手軽価格。いや、俺のグッズは高いっすよ、正直。はい、僕は安売りしないんで、お手軽価格やりません。お金貯めて買ってください。高いです、僕のグッズは。それはね、前から言ってるんだよ。お手軽価格はやりません。残念でした。オフパコ絶対ダメよ、のんちゃんいるから。俺はオフパコなんか全然しないよ。逆にオフパコするようになったら、俺は結婚なんてしないから。エフェカシー高いですね。まあ、俺はね、何でもできると思ってるから。うん。俺は配信で億万長者になりたいなって思ってるよ。なるって決めてるね。うん。ね、人間、同じ人間なんだから可能性の塊じゃん。何だってできると思ってる。新しいフォロワーさん、ペロさん、アオさんフォローありがとう。うん、釈迦いるよ。うん。カブニートさんいらっしゃい。だってさ、自分の可能性を制限するってさ、すごいもったいないじゃん。人間って何にでもなれるし、何でもできるんだよ。その可能性をね、自分でね、ストップかけちゃうっていうのは、俺は本当にもったいないことだと思うよ。ありがとう。ぜひぜひ買ってください。ワードグッズ。ありがとう。よろしく。はい、ワコツー。ワカちゃんいらっしゃい。旅って何月から？ 4 月からだね。4月から旅する。要は和道のグッズ作って儲けたいって言うから、やらせてあげてたんだけど、なんか変なコメントを打つし、なんかクレームとかがすごかったから、なんか勘違いしてるなと思ったから、もう売らないで、つって、お願いしたの。旅中はシャドウやるよ。うん。今月目標できたら、旅ロケットスタートできるな。いや、俺はね、今月の目標30万にするか100万にするかすごい迷ったんだけど、自分で100万し、なんつうの、自分で30万しか稼げないって蓋をするのが良くないと思ったから、すっごい高い目標にしたの。もちろん全力で取りに行くよ、100万円。配信で俺大手になりたいから。もちろん全力で狙うんだけど、だけどね、自分にストッパーをかけるのはやめようと思った。ガンガン行こう、ガンガン行こう、攻めようって思ってるね、今は。そういう気分かな。俺自身ね。だって可能性は無限じゃん。自分でさ、ゴールを決めちゃったらそこで終わりじゃん。そうそう、ガツガツしないとダメだよね、そこは貪欲に。うん、楽しいよ。4月19から23まで東京に行きます。だから4月くいないっつうの、俺。4月いないって。のんたん、チョコ取っていい？何時頃食べる？今からトレーニング行こうと思ってんだけど、付き合ってくれる？
トレーニング。やだ。やだ。家にいる？あー、そっか。いいよ。お腹空いたんなら先食べててもいいし。俺はだから帰って9時ぐらいに食べようと思ってるけど、どう？そうする。そうする？うん。話全然変わるけど、中央公園だよ。うん。そこ雨降ってない、今日は。全然話変わるけど、この前クレヨンしんちゃんに、風間くんのパパが初登場。和道さんにすごい似てた。マジで？ちょっと検索するわ。待って。風間くんのパパに俺そっくりなの？風間くんパパ、東大なんだ。なあ、似てる。風間くんのパパ。ちょっとおでこ俺の方が広いけど、似てるね、なんか。風間くんのパパに、でも、ヒロシよりイケメンじゃん。あ、風間くんのパパちょっと似てるね。これモデル俺でしょ、絶対。ウケるわ。今検索したらちょっと似てた。ちょっとイケメン風だけど。うん、もっとおでこ広いよ。風間くんのパパ東大なんだ。なんかでも嬉しいよね。かっこいいイケメンキャラクターを和蔵さんに似てるって言われたら嬉しいよ。ちょっとイケメン風だよね。風間くんのパパ、和道さんに似てた？今ググって見てきた。うん、俺見たら、ちょっと似てると思ったけど。風間くんのパパの方がイケメン風だよね。フクロウに見える。フクロウ。うん。和道さんだって。うん。ありがとう。これは気分がいいね。うん。これは気分がいいよ。なんかみんなさ、あのディープスポット検索しといてよ。ワドここ行けっていう電波があるところで、ここは絶対ワドに回ってほしいっていうさ、土地土地の店とかさ検索しておいてください。できればあんま放送回ってないところがいいな。なんか大阪の西成とか全然ね、面白いと思わないし、出尽くした感があるところは嫌だ。どうする？ 3 ヶ月ぐらいで終わったらどうする？まあ俺はこの旅で自分を成長させるんだよ。北海道は電波バリバリある？大丈夫？北海道で外配信ってあんま見ないよな。うん。一人勝ってるよ。一人勝ってるよ。
尾田真嗣とか、あんまりね、その、なんつうの、そういうアンダーグラウンドカルチャーとかあんま面白いと思わない。俺はなんで旅するかっていうと、あの、元々のコンセプト知らない人もいるから伝えておきたいんだけどさ、あの、まず、俺の中で人生で一番大切にしてることって時間なんですよ。まず、自由なの。自由、自由イコール時間なんだよ。お金よりも価値の高いもの、時間。取り返しのつかないものが時間だと思ってるから。だから一番大事なこと、時間ね。で、一番嫌なこと、嫌いなことっていうのはストレスなの。もうだから、とにかく自由と結びついてるでしょ、これ。時間が無限にありたい。好きなことを好きな時に好きな場所で好きなことを好きなだけやりたい。で、嫌いなこと、ストレスのかかること、嫌いなことは一切やりたくないっていうのが俺の生き方なのね。で、世界、地球に生まれて、別に、どこで働いてもいいわけじゃん。自分でビジネス持ってるなら。別に今アメリカだよとかさ、今フランスだよとかできるわけじゃん。っていうビジネスモデルを探してて、何やろうかなっていうので俺は配信を選んだの。配信だったら面白いし、自己表現ができるし、ファンの人がいっぱい集まってくれるでしょ。で、別に海外にいようがどこにいようが食っていけるわけですよ、うまくいったら。それが、4年ぐらい前に描いてたビジョン。で、それがようやく実現するっていう感じ。北海道アイラいるじゃん。ネイチャーかどうかわかんないけど。ぜひ海鮮と札幌ラーメン、ジンギスカン食べてほしい。もちろんもちろん。北海道はね、飯がね、日本一うまいところだと思ってるから。だから旅人っていうよりも、地球が俺の家だっていう感覚を手に入れたいの。俺はどこにいたって食っていけるよっていう。どこにいたって和道っていう生き方ができるよっていう。それが理想系。だから誰にも縛られないっていうさ、もうその、なんていうのかな。誰にも縛られない状態にでありたいの、自分を。そこまで持ってきたいの。その人類で一番自由なのって多分和道だよね、みたいな。我がプレゼントありがとう、アイテムありがとう。それが俺の希望。で、やるからにはとことん稼ぎたいし、一番取りたいんだよね。てっぺん取りたいんだよ。ハートプレゼントありがとう。レクチャーありがとう。クミタンバーガープレゼントありがとう。だってさ、自分の心の問題じゃん。俺はこういう風にしか生きれない。俺は貧乏だからとか。俺には才能がないから、俺には時間がないからとか、俺は低所得者だから貧乏だからって、いろんな自分に言い訳をするのって無限に言い訳できるんだよ、人間って。だけど、誰だって億万長者になれるし、誰だって自由人になれるし、誰だって成功者になれると思ってるの、俺は。行動さえすれば。ロスチャイルドを超えたいかどうかだよ。だからロスチャイルドを超えるっていうのはさ、俺にとってそれがかっこいいかどうかなの。だから俺は今ロスチャイルドが見えてないから。ロスチャイルドのデビッド・ロックフェラーに会わないとダメでしょ。俺会ったことないから実感がないんだよ。だけど自分のステージを上げていくことによってデビッドさんと飯食えるかもしんないじゃん。和道の求めるディープスポット、あのね、青森だっけな。あ、秋田か青森にあるね。あの、なんだっけ。あの、セックス教団の人なんて言ったっけな。リトルペブルか。リトルペブルとか行きたいなとか思ってるね。その、キリスト教系なんだけど、その、教、セックスが教義の中に含まれてて、信者さんと、あの、牧師さんがセックス毎日してんだよね。リトルペブルって。そういうところ行きたいんだよね。どうもーっつって。ワドツーって言って。なんでセックスするのーって。キリスト密教だね。だからそういうリアルなさ、なんでセックスするのか聞きたいじゃん。それって性欲なんじゃないのとかさ、どうなのよっていう、そこんとこどうなのよっていう本音が聞きたいんだよ俺は。
なんつうのかな、なんかこうネットにある情報とかどうでもいいし、テレビのニュースとかどうでもよくて、あんなのリアリティがないの、俺からすると。俺は自分の目で見たこととか、自分の聞いたこととか、触ったこととか、感じたことが全部リアルだと思ってて、それ以外信じてない、あんまり。だから見聞を広めたい、単純に。あそこに面白いやついるよっていう。はい、ボンちゃんこんばんは。うん、俺は体験を語りたいんだよね。スポットライト眩しいよ、リングの高揚感こうだよとかさ、格闘技で言うなら、そうそうそう、100万円稼いだらこういう生活になるんだよとか、生活保護はこういう生活だよってリアルでしょ。もう生放送のすごいとか語る必要すらないからね、見ればいいんだから。そしたら疑似体験できるじゃん。それでいいと思ってる。それが俺理由かな。だから俺宇宙あると思ってないから、地球があると思ってないの。だって地球のアフリカがあるとかわかんねえじゃん、見たことないんだから。 Google マップ見てもわかんないぜ。だから俺はアフリカがそこにあるのか、貧困が本当にあるのか、北朝鮮っていう国があるのかとかを見てみたいんだよね、本当に。うん、わかんないよ。俺は生放送ですらリアルではないと思ってるから。やっぱりそのレクチーは知ってると思うけど、俺と一緒に会話する、要は俺と向き合って初めてリアルなんだよ。これはあくまでもね、やっぱりね、リアルっぽいものなんだよ。限定された空間、作られた空間なんだよね。うん、無明。うん、そう。だからもう簡単に言うと悟りたいんだろうね、体験。そう、リアル、この地球に住んでるんだっていう、地球ってどんな場所なのかを本当の、ね、日本政府とかメディアに騙されたくない。俺にしかわからないじゃん。俺にとってのリアル、俺にとっての真実っていうのは俺しか感じられないことなのよ。例えばレクチと俺が同じ旅をしても全然感じ方が違うわけよ。怒るところも泣くところも違うわけよ、喜ぶところも。だから俺の中にあるリアルっていうのを語るしかないからね。でその幅を狭めたくない、ひたすら広げていきたい、ワクワクしたい、ドキドキしたい、感動したい、泣きたい、笑いたい、怒りたい、叫びたい。それが和道の異常なゼミナールだよ。その土台が海外はね、バンコクと、アメリカ2、3週間アメリカ行ったのと、バンコクと、あとサイパンかな。ヒロ君いらっしゃい。そんな感じ。そうだね、もうこれからトレーニング配信ですね、3分後には。要チェックや、彦一。重大発表、あ、4月から旅するよって言って。世界っていうか日本に行くね、俺は。日本が本当にあるのか全部見てくる。日本っていうものを体感しに行くね。で、日本人としての自覚を手に入れる。これが日本だよ、つって。世界に広めてくるから、俺が。うん。ヨーロッパっていうか、全世界回る予定では。でも、ノンタン連れて行きたいなと思ってんだよね。俺のそばにいないダメだよ、俺の嫁さんなんだから。だからノンタンも稼がないといけないからね。西と東、ね、最初北海道の方行くね。北海道行ってゴールは沖縄で、じいちゃんの墓の前で一杯一献で終わり。知らなかったでしょ。だからこういうディープスポットなの分かったでしょ、選手も。伝わった？本当にディープでしょ。要はこういうところに行きたいんだよ。その、なんつうの、歌舞伎町とか、新宿2丁目とか、飛田新地とか、もう有名どころじゃん、あれ。ああいうところじゃないんだよ、俺が行きたいのは。そうじゃなくて、やっぱ俺は人だと思ってるから、狂った人を見たいんだよね。狂った人に出会いたいの。うん。伝わってくれると嬉しいですね。それじゃあ皆さんありがとうございました。今回花火してくれた人を紹介します。
花火してくれたサイバリョウさん、ありがとうございました。他にね、ハートアイテム、バーガーアイテムありがとうございます。次枠ではトレーニング枠です。ぜひ見に来て応援してください。よろしくお願いします。お疲れ様です。トレーニングだよ。シュッ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 。トレーニング一緒に頑張ろうぜ。お疲れー、たくみさん。くみたん、お疲れー。おつおつ、一緒に世界回ろうね。うん、頑張るよ。ふみたん、ありがとう。うん、お疲れー、ヒロさん。お疲れ様です。じゃあ、次枠いきます。お疲れ。お前、コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バットボタン押してんねん、もう。